I appreciate 高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能自己紹介の24、私がメソッドを誕生させるまで、生徒さんや保護者様の手紙。この動画では生徒さんや保護者様に送っていただいた愛について説明しています。個人情報がわからないように、年齢や性別、詳細は原文を変えさせていただいています。生徒さんや保護者様からの手紙。アトリエの先生へ。アトリエに入る前は工作とか絵はあんまりしなかったけど、アトリエに入ってアトリエの先生と会って、工作とかってこんなに楽しいんだと思いました。これからもいろいろ教えてください。8歳、 E。 私からの手紙。 E さんへ。いーちゃんがアトリエに来てくれて、お母さんと絵や工作の勉強をして素敵な作品を作ってくれると、私もとても楽しくなります。いーちゃんはいつも大好きなお母さんと一緒にいるので、いーちゃんと私が一緒にいる似顔絵を描いてくれて嬉しかったよ。ありがとう。これからもいろいろ一緒に楽しいことをしようね。ずっとずっと大切に思っています。大好きないーちゃんへ、いつきより。生徒さんや保護者様からの手紙。親愛なる先生へ。いつもネガティブな私を全力でポジティブにしてくれる先生。親の私も気づかないほどの娘の小さな成長を発見してくれる先生。先生の優しい人柄でどんどん輪が大きくなって、私と娘もその輪の中の一員でいられることがとても嬉しいです。これからもどんどん輪を広げて、幸せに満ちたアトリエが末永く続くことを祈っております。 F。 私からの手紙。親愛なる F 様へ。いつも全力で何かに挑戦している F 様。惜しみなく情報を分け与え、勉強家でいらして優しいお母様で、ご自身の人生を楽しむこともお上手で、充実した生活の仕方をご存知で、何かと声をかけてくださる F 様がいてくれることがどんなにか私の励みになっていることでしょう。お嬢さんも来年は中学生。いつかアトリエを卒業していくことと思いますが、 F 様とのご縁が末永く続くことを願っています。コンサート楽しみにしていますね。ずっとずっと大切に思っています。大好きなあなたへ。いつきより。自己紹介25に続きます。最後までご視聴いただきありがとうございました。イラスト、絵やナレーション高梨いつきでお送りしました。 I appreciate。 じゃあまたね。バイバイ。